You're watching another Nerd Stalker interview. And I would love to please introduce you to Aida Grace. ナードストーカーの藤村です。よろしくお願いいたします。今日はアイル・グレイスさんにインタビューをさせていただいています。よろしくお願いします。今日の演奏はアメリカで初めての演奏になります。あ、そうですね、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。私はもうソロで弾き語りで普通の J-POP をやっていたんですけど、はい、で僕いろんなビジュアル系も通りましたし、ロックもやりましたし、はい、実は父が牧師なんですよ。なんでゴスペルとか、はい、サンビカとかそういう音楽が好きでずっと聴いてました。はい、そうなんですか。彼が入ってたバンドの、キーボードコーラスで一回参加したことがあって、それで音楽性がすごい一致して、自分のやりたいことと彼のやりたいことがすごく似ていて、で一緒にやってみたらやっぱりその時にすごくマッチするものがあって、これは組まなきゃと思ってそこから始めて、もともと J-POP だったんですけど、だんだんこう R&B にこう進化していって、ちょっと今のような形で。シンガーソングライターなんで、はい、こだわりが半端じゃないですよ。もう多分作り出せた時にイメージがもうあるから、でそれを多分伝えるのも苦手なんですよ。なんで歌とピアノだけで渡されるんですけど、でそれアレンジして渡すと違うみたいな、なんか一言で 2,3 時間ぐらい頑張ったの違うみたいな感じで言われるとカチンとくる時あります。結構殴り合いに殴っちゃうんですね。彼女冗談ですよ。なる時もあります。そうです。皆さんオーディエンスというか、皆さんに伝えたいこととかありますでしょうか。制作期間1年半ぐらい。そうなんですね。1年半ぐらいかけて作った CD で、アンリアリティと言います。